2020年10月3日土曜日、通常は鬼怒川線の下今市から鬼怒川温泉間を運行している SL 体樹 C11 型207号機が SL 体樹ふたらとして初めての営業列車が東武日光駅に顔を出しました。この日はツアー列車として下今市駅から運転、東武日光駅では阿久津駅長をはじめ日光市観光協会日光おかみの会の方々が歓迎の横断幕を持ってお出迎え、 SL がホームに近づくと日光市役所お囃子愛好会の方々による演奏が始まり、浅草駅、北千住駅、春日部駅からのツアー参加者165名をお迎えしました。SL が到着すると参加者がホームで SL の記念撮影や地域共通クーポンを利用しての買い物を楽しんでいました。停車した後、12時33分に東武日光駅を日光の関係者に見送られ出発、次の目的地鬼怒川温泉駅へ向かいました。4分線列車が発車いたします。黄色い点字ブロックの後ろ側にお下がりください。も東武日光駅にはツアー列車として SL 体樹ふたらが月1回程度乗り入れます。